どうもこんにちは、陽平です。今日はですね、アメカジグルイが愛用している iPhone ケース1選になります。今回はね、特にリクエストがあったわけではないんだけど、使っているね iPhone ケースをね紹介してみようと思ったので、今回はやっていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、では早速、私が普段から愛用している iPhone ケースはこちらです。じゃん、ルートコーのショックレジストケースプロです。アメカジ好きの方で、ま、キャンプやアウトドアなどやる方でしたらね、もしかしたらねお持ちの方もねいらっしゃるのではないかなと、思います。俺のねインスタでフォローしていただいている方で、私もフォローさせてもらってるんですけど、このルートコーのケースを、使用している方をね数名見かけたことがあります。はい、なのでね、なんかちょっと共通項としてあるんじゃないかなと思って、今回ね紹介してるんですけど、で今日はね、話す内容としてはこの4つです。まずねブランドの説明と製品の紹介、3つ目がルートのケースを、使用しての体験談、4、ブランドさんの製品を作る際の姿勢がいいのよの4つになります。あのね、まあ、全部ね聞いてほしいんだけど、まあ、特にね聞いてほしいのはね4つ目の、まあ、製品を作る際の姿勢がいいのよの部分かな。はいで、まずはね、ブランドの紹介からしていきたいんだけど、ルートコーは2016年に設立されたブランドで、神奈川県足柄下郡箱根町にオフィスを構えています。 We are a mobile gear brand というねコンセプトで、ルートコーのインスピレーションは箱根の豊かな自然から生まれ、自然の中でも都会の中でも様々な環境で使えるモバイルギアを発信するブランドということで、オフィスがね箱根にあるという理由はそのあたりになります。当店はですね、あの神奈川県小田原市にあるので、箱根はね意外と近い距離に、位置にあるので、たまにねこのルートコーさんのオフィスにね遊びに行かせてもらうことがあるんだけど、最近ではねカフェも併設していて、まあ、自然をね感じながらコーヒーなども楽しめる場所になっていたり、なんかたまにイベントもやっていたり、あの実際にねその敷地内で、スタッフさんの方がキャンプしたりしていることもあるみたいです。はい、で続いてがね今回紹介するルートコーの製品は iPhone ケース以外にもあの展開されてるんだよよね。だけど、まあ、今回はねあのケースだけに絞って紹介しようかなと思います。で私がね、使用しているのはこのショックレジストケースプロになります。でそれ以外にこの3種類あるんですよ。ショックレジストケースプラスホールド、ショックレジストタフ&ベーシックケース、ショックレジストケースエルクというね形があって、まあ、全部でね4型展開されてるのかな。デザインはねそれぞれ好みに合わせた、まあ、構成になっているのかなと思います。また空張りもねあのあるんですよ。あの4色だったり6色だったりっていう感じなんですけど、詳しくはねそれはホームページをご覧いただければと思います。でちなみに今ねご覧いただいているあのこの形の中で皆さんはどの形がお好みでしょうか。まあ、直感でね、好みをねコメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。で俺がねこのショックレジストケースプロをね使っている理由としてはね、これちょっと見ていただきたいんですけど、これをねこう横から見たあのアングルなんだけど、少しね丸みがあってこう握りやすいところがね僕気に入ってます。これあのね本当で動画だと分かりづらいんだけど、少しねアーチかかってるのが分かりますかね。このアーチが、まあ、握りやすさをねこう誘発しているんですよ多分。まあそれがね他の形にはないんですよね。だから俺はねこの形が使いやすくてねこのケースをねチョイスしています。まあ、とはいえあの好みなんでね、ルートコーの製品にはねこの種類がありますよっていうことをねお伝えしたいです。はい、なのでぜひチェックで、続いてはねあの機能面の話をしていきたいんだけど、まずはねこの映像をねご覧ください。We'll be right back.
はい、ということでね、 iPhone ケースが、ね、落下してくる映像だったんだけど、まあ、簡単に言うとね、スマートフォンを落下などの衝撃から守りますということなんだけど、このケースにね使用されている素材がですね、 TPU とポリカーボネートというもので、あのミルスペック落下試験をクリアしていて、高さ122センチのところから26方向の、製品落下試験をクリアしているとのことで、まあ、衝撃に強い作りになっているようです。もちろんね、あの26方向って言っても、こうやってね、こう iPhone がついた状態でこういっちゃったら、まあ、もちろんね、あの画面はね守れないし割れちゃうんだろうけど、あのそれ以外の角度だったら守ってくれる可能性を高くしてくれるケースになってます。あのね、試験名などはね、こちら、あの、ね、さっきから載せていると思うんだけど、まあ、こんな感じです。はい。なんか、いろいろと載ってる。なんか、見る企画準拠とか、あの、米国環境体制試験とか、まあ、いろいろね、あの、それに対しての、内容を準拠しているらしいです。まあ、簡単に言うとね、あの、スマートフォン守ってくれますよっていうことだと思います。そしてね、体験談なんですけど、ここからはね、使用していてのね、体験談なんだけど、まあ、ここまでね、紹介してきて、まあ、衝撃に強いとか、まあ、iPhone を守るっていうようなね、内容だったんだけど、もう、数年前の話で、iPhone をね、実際守ってくれた経験が私ありまして、ちょっとこの写真、今、さっきから出してる写真を見てほしいんだけど、私がね、乗馬していた時があるんですよ。iPhone ケースごとね、乗馬してる時に落っことしてしまって、若干馬にね、こう踏まれちゃったっていうか、かすったって言えばいいかな、ちょっとこう足が乗っかっちゃったんですよ。それをね、ちょっと直視したことがありまして、その時の傷がこれなんですよ。わかりますか？ちょっとえぐれてるんだけど、このケースはね、なんだろうな、今回紹介しているケースを装着していたわけではないんだけど、同じね、素材仕様のこのケースを使っていたんですよね。これもルートコーンの製品なんですけど、まあ、そういったね、経験談があります。まあ、もちろんね、個人の感想なので、絶対 iPhone を守りますっていう、意味合いではないんだけど、まあ、私の経験談としてね、このね、話をさせてもらおうかなと思ったんで話してました。はい。で、続いてはね、最後ですね。ブランドさんの製品を作る際の姿勢がいいっていうところなんだけど、これね、実際にスタッフさんからね、直接話を聞いたわけではないし、定かではないんだけど、ルートコーのスタッフさんを見ていると、なんだろうな、こう仕事は遊び、遊びは仕事というね、ニュアンスをすごく感じるんですよね。ルートコーの社長さんやスタッフさんと、釣り、などをね、一緒にご一緒させてもらったことがあるんだけど、正直ね、それはね、仕事なのか遊びなのかわからないんだけど、明らかにね、仕事している時間帯なんだよね。でも釣りをしてるんだよね。こうだから遊びにも仕事にもこう向き合っているから、まあ、生まれる何かがあるのかなって、まあ、私は勝手ながら、ルートコーの、スタッフさんたちを見て、そう思っています。なんかその働き方に対してね、俺自身もこのお店のね、代表としてやってるので、なんとなくね、感覚わかるっていうか、オンオフの境目が ないっていうとね、まあ悪く言えばなんかブラックじゃんみたいな感じになっちゃうんだけど、スタッフさんとしてね、スタッフさんと話して感じているのは、もちろんやらなきゃいけない部分ね、もあると思うけど、なんかやらされているっていうより、もうやっている感を感じるんですよね。だからなんかそういったね、チーム、だからこそ、まあ、今後もね、面白い企画とか製品がね、出てくるんじゃないかなって私は期待しています。一バイヤーとして。はいはい、ここまでご覧いただきありがとうございます。最後の方はですね、製品とね、関係のない話をしてしまいましたが、まあ、私がね、愛用しているこの iPhone ケースを紹介させてもらいました。もしね、気になってくれた方は、概要欄とこの左上にね、リンク貼っておくので、ぜひご覧ください。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。